久しぶり久しぶり。おやがみ。今日は何をするかと言いますと、今日は今日は部屋のお掃除配信をします。拍手。イエーイ。同い年年下ってこと、年上に見えるってこと、どっちだろう。最近散らかっててですね、私の部屋が。そうなの。お菓子こぼした掃除はもうした。したよ。それはもうした。じゃなくて、シンプルに私が部屋を掃除するのをみんなに見守ってもらおうっていうクソみたいな感じです。そうなの。ちょっとね、そうなの。家にいるせいでやっぱそのなんだろう、まあいっかなみたいなとこがちょっとあるから、でそう、みんなも一緒に掃除しよう。どう？でしょ？そうなの。よし、始めよう。ステイホーム、パジャマですよ。はいはい。まずはですね、さっき使用していた櫛を元の場所に戻します。ルンバなんて持ってないよ。ルンバってあれでしょ、こういう部屋掃除しますみたいなやつでしょ。そんなもん持ってないわ。で、iPad を充電しつつ充電します。ここにね、ここに、あ、絡まっちゃってる、ヘアアイロンのコードと。ここに充電をする。これちょっと接触が悪くてですね、充電されないんですよ。はぁ、されない。おこ、あ、された。ええ、されました。で、それをこの台に置くと。で、これ掃除だから。え、これ掃除じゃないの？何人ちゃう？え、掃除だから。あー、じゃあ分かった、掃除っぽいのするわ。わ、やっぱもうめんどくさい、やめようかな。もう掃除やめようかな。あ、お片付けね。あ、お片付けか。お片付け配信。めんどくせー、めんどくさいからみんなに応援してもらおうと思ったの。クズ。そうなの。いやあ、あ、応援してもらえてる。頑張れ頑張れだって。え、なんか落とした。今回使用していくのはこちら。はい、クイックルワイパーフロア用お掃除シートウェットタイプ、こちらを使用していきたいと思います。はい、
妖精ごめん。するってするって割ととっちらかってるんだよね。だから今日は早く起きてお掃除をしようと思ったので、昨日ひなたんと電話してて、ひなたんに私は明日掃除するからみたいな宣言をしたのに無理だった。うん、そうなの。ヘッドセットもちゃんと片付けて、そうなの、早くも黄昏れてる。物がちょっとね、コード類が大バラになってるから、そうなの、そう線がいっぱいあんのよ。これはいつも歌配信するときに使ってる充電コードの、あ、じゃあ充電コードです、配線ね。はい。でちょっとこれを見せれないな。友達が結構前にくれたなんか誕生日プレゼントのアルバムなんだけど、それがちょっとここにね、ここにあれがあんのよ、あれあれよ、棚があるから、棚を今整頓してます。はい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 、いいですよ。棚を整頓してる。棚、花じゃない、棚で、あーもう疲れた、さっき鏡見てたので、この鏡を元の場所に戻します。ここですね。はい、トトンっていう音で、でスイッチのとこにジョイコンじゃねえや、なんだこれ、プロコンを充電してたので、プロコンを片付けます。やる気なし子ある。ある、元の位置にね。で、はい、この引き出しに入れると。はい、疲れた。そしたらですね、そしたら今度は息切れしてないよ。これですね、さっきばらまいたお菓子は、これでも全部出ちゃったから、もう泣く泣く。画面の中、いやそんな多分汚れてないんだよ。ただえ、じゃあこれ汚れてないの、これ。見た感じ綺麗、うん、汚くはないのかも。そしたら見た感じだって、ここしか映ってないじゃん。別にそんなね、こっからあちらまで、こちらの部屋は存在してますって部屋ではないんですけど、そうなの。ではないんだけどね。そうなの。これも出しちゃおう。部屋でかくないんだって。別に。足元にはさっきここにリップしまったんだと思って出したカバンを、まずはカバンのさ置き場所って困んない？どこに置いてんのみんな？もう分かんない。
よいしょ。でね、お菓子を、お菓子の箱がパンパンなの今。危険だよ、何が？え？あ、見えないから。本当に。で、次の日の支度はおえはえおあ読めない。え、もう掃除疲れた。やだー疲れちゃった。疲れたな。疲れた。うん、買ってよ、買ってよじゃない、やってよ。デレレレン、あなたの代わりはいない。ポン、よし。素直に言えるよ。心から信じるね。まあ、ここら辺は綺麗にはなったわ、一応ね。ちょっと一回こっちに置いて。え、本当に。置いて、この机周りを片付けようかな。うん、こうやってなんか適当だねとかはいい、別に。自分の部屋だから。そうなの。こんばんは。え、うん、いい運動。いや、暑いんだよね。このパジャマが絶対違うんだよな。順番は高いとこから低いところ。え、そうなの。へえ。かゆい。そう、え、今日あったかかったよね。そうなの。でも昨日の夜寒かったじゃん。だからさ、だからね、あれなの、間違えた。間違えた。うん、着替えてない。今日ずっとパジャマ。いつも着替えるんだけど、今日はもういいやと思ってパジャマにしちゃった。そう、外出れないから。うん、いいの、
そういう日もあるよねって甘やかしてくれる人が好き。こういうのがダメなんだろうな。メイクポーチもさ、これずっと取ってない。これえでも気にしない。こういうのも別にいいよねって言ってくれる。うん、あやだ、推しは甘やかさない主義。やだ、甘やかして。たまにはいい。はい、私のメイクポーチ、ごめんなさい。このね、メイクポーチをさ、どこに置いたらいいか分かんないの。知らんかなって話だよね。それな。どこに置いたらいいか分かんないのよ。なんか動物の森みたいに DIY でさ、ぴょんぴょんぴょんって作れればいいじゃん。まあ、動物の森みたいに斧で木を叩くとか多分しないと思うんだけど、なんか何でも作れたらいいのにね。作れるか、作れないんだけどさ、なんか秒で秒で作れたらいいのに。A ボタン押すだけで物が作れたらいいのに。作れないもん、作れないの。もう友達と電話しててさ、なんか昔のプロフィール帳を出してきたわけ。もうこういうのをお片付けしなきゃいけないの。これおもろいよ、このプロフィール帳。私は平成10の獅子座で、血液型は AB 型だよ。自分を動物に例えると虎かな。あのね、これ2009年12月9日に書いてます。性格は負けず嫌いだよ。趣味はプリクラ。実は今好きな人がいないの。って書いてある。なんか丸つけて書くみたいなやつなんだけど。カラオケでよく歌う曲はあんまり行かないだよ。そりゃそうだよな、小学校だもん。好きな漫画はリボンの、読めないな、文字が重なってて。最近のマイブームはウィーとオセロです。将来の夢はぐしゃぐしゃぐしゃって書いてある。一番の思い出はディズニーランドに行ったこと。今欲しいもの、3位文具、2位なんかその時仲良かった何々ちゃんとお揃いのもの、可愛くない？1位もうこれ最低、お金。いや、お小遣いとかってあんまもらえないじゃん、小学校の時って。そうなの。だからね、そうなんですよ。お気に入りを教えてね。言葉、ありがとう。キャラ、ケアベア。ケアベア。
ちょっとケアベア知ってる人いる？なんか外国のクマみたいなキャラクターなんだけど、なんかケアベア懐かしい、知ってる？スポーツドッジボール、季節夏、映画のだめカンタービレ、場所ディズニーランド。すごい好きだったんだろうな。なんか小学校5年生か6年生くらいに1回だけ行って、それで感動したんだよね。以上ですね。これが2009年12月9日。もう一個あるのが、もう一個これどっちが新しいんだろう。2010年5月半年経ってますね。半年後長所点点点、短所うざい趣味プリクラ、お出かけ、まあ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 、特技無駄遣い、マイブームプリクラ、またかね。一番幸せを感じる時ほんとなんなんこいつ。お金増えた時って書いてあるんだけどお金増える時なんかお年玉くらいしかないじゃんもうやだこれ中1とかだよねえ、やばほんとに。食べ物好き、いちご、嫌い、野菜、きのこ、好きな色なんと黒と、まあ、黒は知ってる、まあ、今も変わってないんだけど、黒とピンクが好きみたいです。やば。嫌い、オレンジ、緑なんだこれ。カラオケベスト3、これすごいよ。カラオケベスト31位、あ、じゃあ3位10年桜、2リバー、1大声ダイヤモンド。やばくないもう48グループが大好きだったからだって会いたい芸能人ベスト3に1位あっちゃんって書いてあるエモいね。今歌ってるよ。3曲どれも踊ったことあるわ。フューチャー、10年後の自分は OL って書いてますOL OL になってなかったな。はい、そうなの、 OL じゃなかった。あ、でもこの時の欲しいものベスト3の1位は服です。服と雑貨って書いてある。そんな感じかな。はいこうやってなんか懐かしいとか見てると片付けが進まないのよ。はいはい、今の1位は仕事はい、今の1位はね、お仕事が欲しいですね断捨離は、服とかはちょいちょいしてるかな。でも割と片付いたぞ、あとはなんか自分で頑張れそう。みんなに応援してもらったおかげで片付いたな。ゴム、お菓子の整理ね。お菓子は掃除は週一、そうだね週一くらいに、なんかこうやってさ、ゲームしてて、あ、ゲーム疲れたってなって、ゲーム疲れてなんか
でもなんかその集まりとかしてると喋ってたりするから、なんかちょっと疲れたなって時に掃除始めたりとか、なんか喋りながらやったりとかしてる。そうなの。今はちょっと関係ないんだけど、今ねインスタライブしてるんだよ、ナーピオが。で私明日する、私その係明日ひなたんとあの DMM をつで、配信をするから、よかったら見てもらえたらなと思います。はい、ナーピオのも見てね。今日はあんまり長めにせず、そうなの、明日ひなたんとするの。あ、じゃあ私ここでさ、私勝手に配信参加しちゃおうかな、ショールームで。今勝手に DMM 見ちゃおうかな。パソコンつけて、あ、別に iPad でいいか。うん、勝手に加わるっていう。うん、もう音は流せないからちょっと、うん、予習しとこ。あゆいるかな、いるか、いない日ないよね、そんなに。でれんで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 ん、え、待って、パスワードわかんねえ。トゥ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 、これか、これか、昼公演、定点カメラで見よう、定点カメラ見たい。え、まだ始まってないの、え、何これ、え、まだ始まってないのこれ、あ、え、あ、まだ始まってないの。そうだった、まだもう7時くらいの気持ちいたら6時半だった。 PAPA の森。DMM、 はい、7時までしようかなと言っても、明日は、明日のショールームどうしようかな。明日さ、明日ショールームで、着る服とメイクと髪型をして決めて配信するのどう？そのままインスタライブ。だから超私と一緒の時間あるけど。だから3時か4時とかから始めて、なんかと配信してインスタライブもする。そう、インスタ準備配信。日曜日ですね。うん、最高。あ、本当、そうしよう。じゃあ何時間、どれくらいあったら足りるかな。これぐらいのメイクはね、今日ピンクのシャドウにしたの、まあ、分かんないと思うんだけど、これはね、あのね、あれ、配信機材の都合上定点カメラでの配信はございません。は？何？え？ないじゃん。え？何、配信機材の都合上定点カメラでの配信はございませんって。え？じゃあなしにしといてよ。見れなかった、しかも読んでなかった、ちゃんと。なんね、見たかったよね、定点とか、定点配信とかめちゃめちゃ見たかったんだけど。やべね、危ない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 、怒ってないよ。鍵穴もない。あ、そうなんだ。ドーン、これいつの、これはね、いつのか分かんない。いつなんだろう。これあんま見れないんだね。
おー、たんたんたん、私いる、これ私いる、いるかな、ないかな、いた、髪短、いつのだこれ、8月25、おーおおおわあ、これでも奈々子いなくない？奈々子いないけど配信？あ、ぶこないやるよ。あ、本当に？え、何の時だろう。え、髪短、え、めっちゃ痩せてる。じゃじゃん。だん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 ちちだん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 ちち。で、普段 DMM 見たりする。え、見るよ。あのその日の配信、その日公演があったすぐ。そのさ、当日の12時から見れるじゃん、夜の12時回ったらその日の公演見れるんだけどすぐ見る、12時回ったらすぐ見る目を覚ますのよ、で早い、え、これアブコナ何の回だろう。でもアブコナの隣のバナナまでは多分見れない。言わなきゃ本当の愛しさに、私がまだこの時カクンカクンの時代だあとこの日なんかちょっとターンが緩いですわ、私でも今日はね7時までしか配信できないんだよね。パンパンパン、サビであ、なんかもうちょっとカクンカクンの時代、なんかタタ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 をなんかもうこう止めてた時代があって、今はそんな止めてないんだけどっていう時代私にしか多分分かんない時代髪短くない？だって今こんな伸びたよ。ねえねえ見て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 実況配信ってどうすればいいんだろう何しようかな明日。ずっとねどうやって盛り上げるってひなたんと話してるんだけどね、悩んでるんだよね。そうなの、明日、明日、私明日なんだよね。解説ってさ、何に解説したらいいんだろうな。今の感じで大丈夫？え、だって本当？だってインスタライブって普通の人も見るじゃない？だからさ、その大体みんなさ、どんな SNS やってますかって、今流行ってるのって Twitter と インスタじゃん。だからさ、だからその一般の人も楽しんでもら、興味持ってもらうにはさ、なんかここのこの振りがとか多分言ってもさ難しいじゃん。だからねどうしようかなってほんとどうしようかなって考えてるところではある。難しいんだよね、どうしようかな副音声的なね。実際に出会うまでは何と心の反動もつぶやく勇気とはいらね。トゥトゥン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 トゥ、いらね。あ、インスタもフォローして通知オンにしてないと気づかない。お、通知オンにしといてほしいわ。チルチルルルンチチチルルルンチチチルル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 バーン。うん、そうなの、難しいよね。ルン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 、そうなの、全然見てなかった。こっち見ててこっち見てて
こっち全然見てなかった。やばい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 。私が今歌わりですね。映ってないな。盛り上がる。あ、本当？コメントでじゃあみんなに盛り上げてもらって私とひなたんで頑張るわ。え、全然実況じゃなかった。全然こっち見てた。なんか私だけ夢しなの音聞こえて楽しいみたいになっちゃってた。甥っ子はそう、甥っ子がいるからちょっとねわちゃわちゃ聞こえちゃうかもしれないから今すごい一生懸命喋ってたの声入っちゃうとあれかなと思って胸の片をもう一度。私多分さ夢しなの初日の配信するんだよね。違ったかな。信じてる朝があるなら道はある。あ、違ったっけ。あ、初日だと思ってた。あ、違う。あーはーはー間違えた。あ、カドちゃんたちが初日やったんだ。あ、そうなんだそうなんだ。ドゥ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 ン。うん、むずいねいや多分私が違うとこ見てたこの日だよって言われてて多分違うとこ見てた青春。あ、どうやってた自分が。え、髪短い。髪短い。10センチは短い。多分こんなだったと思う去年の夏は。忘れたわけじゃないんだ思い出すんだ。そう、少年って言われた時か。リカタも髪短いね。初日すごい短かったよね。そうなの。でもみんなが AKB 新聞で1位にしてくれた時にその1位になったらじゃあ髪は短くしないよみたいな、髪切らないよみたいなのを言ったおかげで、みんなが1位にしてくれたおかげでここまで伸びましたはい、撮影まではねって言ってたんだけど、なんか今三つ編みしたくて楽しそう。あ、声したいので、頑張って伸ばしてる。ここまでしか行かない。三つ編みできない。高鳴る胸のことをもう一度。そうなの、最近正統派なの最近の私の髪は正統派なの。ずっとか。ほら見て、これとかマジ正統派じゃない？最近正統派なの。もともとか。昔も今も正統派。これに
前髪を上げて眼鏡をかけたら私の俳人、俳人スタイルの出来上がりですね。ちなみにわー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 、そうなの。はい、ひものスタイルの出来上がりです。こっそり消した、恥ずかしくて消しちゃった、ツイッター。まあモバメに送ってるしかなみたいな。髪短っ自分。そこで、あ、もうええ方、もう肩に会いたい。ひものあゆ太郎好き。え、本当に大丈夫？あ、ハートのツーショット撮った？こうやったらみんなとハート使えるね。やってみんな、こういうの。こうか。みんながこう下でこうやる。はい、こうやってるか。アンジュだ。アンジュがさ、いない実感が未だに湧かないんだけど、やばい？うん。本当に全然湧かない。かっこいいよ。もよかたんがいない実感も湧かないし。わかる？そうそう、今、まあ、みんなとも会ってないし、なんか余計かな。全然わかんないんだよね。確かに髪短いでしょ。 Yes Yes to come on Let's、Let's ドゥ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 レッツドゥ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 。楽しそう。あ、楽しそう。これさ、客席映るじゃん、若干最前の人とかさ、あ、自分だとか思ったりする、自分を探したりとかするの？客席映ってる時って。欲しい、レッツゲーヤディレッツゲー。自分の声探す。あ、そうなの。あゆかとかってこと？わー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 。 Yes yes oh what's okay Yes yes gonna be there Yes yes to come onあー、 MC の時とかってことか。叫んだあいつみたいな。ウケる。君はまるでわがままな猫、誰のものにもなれない、ミルクと自分が大好きで追いかければ逃げ。この振り、ここ 1A が一番好きなのに、 1A 一番後ろで多分私のこと見えてる人あんまいない。でも君はまるでわがわがままなねな。I will fly と振り付け可愛いよねこの曲ね。くれなくてもいいよ、好きだからしょうがない、ずっとずっと待ってるよ。 I will fly とを捨てること。いつもこれはね、目が合う子たちとアイコンタクトして楽しんでる。
その明日のこれ明日の予習だわ。甘えたいのに意地張りです。視線外す。ラビドゥ、ラビドゥ。方がわからん昼公演ラビドゥアイセラビドゥ二度追いかけることどうね。明日はいつの公演か覚えてる。だから私明日初日に見るもんだと勝手に私のミスで違うとこ見てたから、私いつ明日いつのやるかちょっとまだ分かってないから終わったら調べる。タララララ、タタタララララ、タタタラタタラタタタラタタ。青春の稲妻でひなたんとペアのとこ。青春の稲妻でひなたんとペアのところ、どこだそれは。青春の稲妻のひなたんとペアのところって何？え？何それ？ぐらい寄らせるか。あ、歌割りか。なんにもないけどな。名前呼ぶだろう。ドゥ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 。みはるかわいい。はい、ちょっとキリがいいのでこれ終わろうかな。うん、若干練習っぽくしてみたんだけど難しいから、ひなたんといっぱい明日どうするって決めたいと思います。今日の配信はちょっと よく分かんなかったな。今日はグダグダしちゃった、反省。8月25日の夜公演ありがとう、教えてくれて。あの、明日か、今日の配信の今やってたやつの夜公演ってことか。うん、片付けは割ともう終わったから、うん、あとは自分でできる。はい、今日は、うん、ちょっと変な配信になったんだけど、見てくれてありがとうございました。で、あ、入んなかった。はい、久しぶりに、ごめん、久しぶりがこんな配信でちょっと反省してる割と。毎日やってるとあれだな、こういう日が出てきちゃう。反省、ちゃんとやろう。明日はと5時半までショールームして、で6時半のあれにインスタライブに合わせるから、そんな感じかな。支度って1時間で終わるかな。4時からにしよう。明日のショールームは4時からします。あ、16時16時から配信をします。うん、のでよかったら、あ、
もう癖ついちゃった。のでよかったら明日のショールームは16時からします。よかったら見に来てください。多分すっぴんです。はい、よかったら見に来てください。で、うまめにハート作ってって写真送ったからどっかに受けてください。あの画像インスタのストーリーにも昨日載せたことある写真だから、ちょっと顔隠してもいいから、ちょっと私の自己満足なんだけど、どっかに載せてください。うん。あれどうやったら見れるんかな。インスタライブすっぴんじゃないよ。だから準備配信、ショールームでインスタライブの準備配信して、夜じゃあ6時半からはインスタライブで実況配信する。 OK？ フ確かにあれするにはさ携帯2個いるじゃんね。印刷してこうとか。おもろ。ハッシュタグあゆ太郎とハートだよ。はい。後から合成。それかなんかこうやってピッてやって、私今ハートしたのをおしめんとって楽しんでもらえたらいいですね。はい。そんな感じで。今日の配信は終わろうかな。うん、メールの返信はね、画像見れないからね、ダメなのよ。はい、そうなの。だから暇だったらやってください。なんか、もう全然載せなくてもいいし、なんか楽しいんだよって、楽しかったよって、ハート作った気分になれたよって報告してもらえたら嬉しい。はい。ということで今日の配信はこれぐらいにして、私は残りあっち側のそんなないんだけど掃除をこれからしていきたいと思います。はーい、今日も見てくれてありがとうございました。また明日ね。バイバーイ。